立憲民主・社民の小沼巧です。私は立憲民主・社民会派を代表してデジタル庁設置法案及び公的給付迅速化のための口座登録法案に賛成、デジタル社会法案、デジタル社会形成基本法案、デジタル社会形成整備法案並びに個人番号利用による口座管理法案に反対の討論を行います。新型コロナウイルス感染症が国内で確認されてからほぼ1年と4ヶ月を過ぎまして、内外の情勢はますます混乱を極めているのであります。コロナ禍の収束は非常に重大なる問題であり、内外の政治はことごとくコロナ禍を中心として動いている。それゆえコロナ禍はいかに収束せられるものであるか、その収束せられる内容はいかなるものであるか、かかる全体像から聴感した際、今般のデジタル関連法案がいかなる役割を果たし、またいかなる部分では役割を果たさないのか、良識の二る参議院議員諸経史におかれましては、DX やら UI、UX やらアジャイルやら、近頃のデジタル改革の熱狂に浮かれた抽象観念に惑わされることなく、今一度真剣かつ具体的に考えていただきたいのであります。さて、現総理がこの壇上において爆発的な感染は絶対に防ぐと令和2年10月26日に所信を述べ、感染症を一日も早く収束させると令和3年1月18日に施政方針を述べた事実はご記憶のことと存じます。ところがデジタル庁なる構想を華々しく祭り上げ、コロナ禍で苦しむ国民への個別対応に回れたはずの国家公務員を少なからず召し上げて法改正に専念させ、実に45箇所ものミスを含む参考にならない参考資料を議員各位の脳裏へと蔓延させながら今回の法案審議に至ったのです。